アメイエムハト4世は、紀元前1815年頃から、紀元前1806年頃までエジプトを治めた、ファラオである。アメイエムハト3世の時代には共同摂種を務め、広古最高評議会議長ザヒハワスの言うところの、エジプト中央国時代に建てられ、現存する唯一の完全な神殿である、メディネット・マーディの神殿を完成させた。 2006年初めに行われた考古学調査で神殿の基礎部分は掘り返されている。アメイエムハト4世はファイユーム北東のケイザーエルサガにある神殿も建てたと考えられている。鳥の王名表ではアメイエムハト4世の治世は9年3ヶ月と4日続いたと記録されている。ヌビアのロック・グロフトによるとその最初の1年はアメイエムハト3世の摂取としてであったという。 彼の短い治世期間中は大きな出来事もなく比較的平和であった。中央国が徐々に崩壊し始めたのは彼の死後だと考えられている。アメイエムハト4世は男子の後継ぎを残さずに死んだが、次の王朝の最初の二人の王、セベクヘテプ1世とセネブエフは彼の息子だった可能性がある。彼の後は約1500年ぶりの女性のエジプト支配者となった。 反妹のセベクネフェルが継いだ。セベクネフェルと結婚していた可能性もあるが、それを支持する証拠は見つかっていない。ありがとうございます。